僕のために特別のデカ盛りのオムライスを作ってくださいました。私は本日鹿児島県生きております。薩摩仙台来ております。本日私が食べるお店さんはこちらです。じゃーん、大人の味のハイドアウトさん。はい、こちらでなんとですね、ちょっとこちらご覧いただきたいんですけれども、お昼ご飯にお持ち帰りオムライス500円大好評あるんですけれども、なんと本日は大人の味とハイドアウトさんが僕のために特別のデカ盛りのオムライスを作ってくださいました。名前を大綱オムライス名前らしいんですけれども、まして美味しいということなので行ってみたいと思うんですけれども、ごめんなさい、ハイドアウトさんと関係ないんですけど、ちょっとあの真後ろ の看板をちょっと撮っていただきたいんですけど、お店の名前が気合が入っております。じゃあ本日はこちら大人の味とハイドアウトさんでレッツレッツゴー。はい、早速僕の目の前にこう運んできていただいたんですけども、ちょっと皆さん、僕想像よりだいぶやばいんですけども、こんな失礼なこと言ってはあれですが、ご主人の見た目とはだいぶ違います。いやでもこれ本当にやばくないですか。匂いもやべえし見た目もやべえし、早速いっちゃっていいですか。もちろんです。いただきます。なんだかんだ言ってもやっぱ箸で行きたくなっちゃうんでね。あ、お箸。はい、これが大綱オムライス。なんか紅白で2種類、なんかスーパーおめでたい感じになってます。うん、どの辺から行こうかな。まあ、じゃあせっかくなんでちょっとオムライス先に行こうかな。じゃあ定番の赤の方から行きます。はい、おっしゃい、こんな感じ、わかるかな。チキンライスの方かな、うん、はちょっと土定番な、まあ、裏切らない王道なんですけど、はいはい、卵がちょっとね違います。かなりふわふわで、うん、ちょっとこのトマトソース、はい、もうちょっと酸味が効いてて美味しいですね。酸味が効いてるトマトソースですね。うまい。白の方もいっていいですか。どうぞ。もうマジで食いますよ。あ、ね、僕こっちですね。めちゃくちゃやべえこれ。ホワイトソースなんですね。ホワイトソース。ホワイトソース。顔。え、これあの今回デカ盛りじゃないですか。お作りしていただいたの。はい。これって。普通のオムライスは、これは普通の赤なんですか。赤白なの。基本赤で。じゃあ相当レアってことだ、このホワイトが。白が好きなんですね。これはやばい。本当にやばいです。やばいっすか。本当にやばい。他のも言っていいですか。どうぞどうぞ。じゃあちょっとあの箸置きがおしゃれっていうか。おしゃれ。そうなの。ね。手紙あるから、大間さんかな。ちょっと周りにもね、具材が結構散りばめられてるんで、うん、ミートボール、うん、うまいね。うん、このステージ、あー、うまい。甘い。お付き合わせもいろいろとこう味を変えていただいてほしいです。フライドポテト
あの買ってるもんみたいな結構あの、で、あのあれですね、パンチのある方です。細い方じゃなくて。明太ですか。はい。おお。さすが。わかりましたね。さすが。ちょっと普通じゃなかったですね。明太ソースだ。いろいろ細かく味変していただいてます。なんだこれ。うわ。あ。これそれぞれの具材にかかってるソースが違うんですか。全部違います。あ、全部違う。はい。てか周り見すぎてど中央見てるの見るの中央にねドーンっていきますちょっとこの中央にいるの言っていいですか、はい、これチキンステーキなのかなその効果は増すなんですか絶対楽しいんですよねまたあれ違いでしたあーやせいせいせいもう一口でかでかなんかのおしゃれなソースかなうんまめちゃくちゃあれてるジャポネソースっていう、はい、ステーキソースちょっとね甘みが強いですよね、はい玉ねぎの。ああ、そうなんだ。これがまたうまいっすわ。一瞬バルサミコとかのこっちかなと思ったら全然違いました。うん、色的にね。うん。やらってえなこれ。これちょっとあれだな。オムライス一緒にかっこみてえな。あいいですね。ちょっとほぐすというかバラしてあげて。ね。これちなみに言えば今更ですけど、なんでこれ大津のオムライスって言うんですか。聞くの忘れちゃいました。ソースが赤と白と分かれてるんですけど、はい、綱引き自体が髪型、下型と分かれてて、はい、綱引き、はい、仙台の綱引き、はい、仙台の一番大きなお祭りがあるんですけど、ほう、片チーム1300人、1500人ぐらい、え、まあ、綱引きですよね、はい、綱引きに1300人出るんですか、片チームがですね、片方が、片チーム、はい、規模がやばいですね。延べて3000人ぐらいで、うん、どういうこと、 お祭り、お祭りです、綱を引くお祭り、はい、いつ頃やるんですか、毎年9月22日9月22日、はい、あ曜日関係なくです、いやこれあれだ、もうすぐだ、撮影日の今日からしたら、はい、それってそれ どういうことですか、綱を引き合うお祭りですか、引き合うのが大体1000人ぐらいは引いてるんですけど、残りのメンバーは押したいというちょっと特殊な舞台がいるんですが、はい、真ん中で、まあ、300人対300人ぐらいが押し合ってちょっとまあ喧嘩あったりするんですけど真ん中で押し300人対300人が押し合うって、え、はい、どういうことですか、え、なんかあのアメフトとかラグビーのあのなんかスクラムでしたっけ、そうです、 ああいう感じですか、あれをあのちょっと見た目が荒っぽいような連中がへぇスポーツマンシップに乗っ取ってないような感じ、乗っ取ってないんだうわーみたいな、そうですね、でどこでやるんですか、国道です、国道、はい、動画がありました、これ、この動画後で概要欄に載せます、お願いします、縄は太っ、あ、綱、はい、綱って何メーターぐらいあるんですか、365メーターですね、重さ7トン7トン、え、それ1本ですよね、はい、綱、はい、何本も綱をこうねじって巻いていくんですか、そうです、親指みたいの綱を365本で365本でやって365メーターですか、はい、はい、それ1年のっていうことですか、365日、そうですね、今それぐらいがちょうど切れない、ちょうどいい太さだっていうことで、これって、はい、紅白、はい、綱、この喧嘩舞台、はい、みたいなことですか、はい、なるほど、
なんかもう綱引きっていう感じではないですね、映像を見ると。なんかあのちょっとあの気合の入った大人の運動会みたいな感じですね。なんかあの騎馬戦よりな、はいはいはい、ちなみにこれご主人は参加されるんですか？一応陰ながら、陰ながら一番前で押してます。全然関係ないです。一番前、はい、一番前ってそれ、これ押したいの方ですか？はい、これまだあの僕あの映像序盤しか見てないんですけど、普通になんかワンオクロックのライブみたいになってるんですけど、ワンオクのライブなのこれ。ワンオクのライブ、そうね、こういう感じですよ、前がそうなってる。序盤しか見てないんですけど、これって怪我しますよね、多分。怪我人は、はい、結構毎年救急車はいるだけ待機してるので、この街で。ああ、やっぱそういう感じなんですか、はい、これやる人ってどういう感覚で行くんですか、その望むんですか。だってこれごめんなさいね、怪我すると分かってるんですよ、多分。そうです、どう見ても荒っぽいから。フェスです。フェスです。あー、でもそういうことなんですね。フェスなんだ。それだってどれくらいの歴史というか、今年が420年目ですね。420。はい。その歴史ある大会の先頭にいるんですか？はい、大会じゃない、祭りか。大会じゃないです。1年に1回だけ。そうです。その綱もその日の朝に作るので。使い回しとかじゃないですね。はい、もう使い回せないです、ボロボロなので。ああ、毎年毎年そのお祭りの朝に作られて、はい、それを持ってくると。はい、ごめんなさいね、これあのお祭りの映像なんですけど、あの密着警察24時みたいなのあるじゃないですか、日本列島みたいな、はいはいはい、あれっぽいですちょっと。あのね、YouTube に、まあ、仙台綱引きで調べたら出てくるんですけど、あのクオリティ高いっすよね。フェスです。フェスです。これ仙台ってあの字がちょっとあれなんですよね、あの森の都仙台と字が違うんですよね。そうです。どういう字でしたっけ？川の内です。そうです、川の内、3本の川の内で、仙台お祭り。フェスです。あらまということで、紅白で綱引きを本当なんだ。食べきれなかった場合は22日参加してもらう形で。はい、私の横でお願いします。戦闘かよ、戦闘かよ。そんな名誉な大会でその戦闘なんて、そんなおこがましくできない。戦闘で肉まん食うしかないですよ。邪魔してるだけなんですけど。このフェスってやる人ってやっぱ気合入ってます？そうですね、入ってますよ。あ、そうっすよ、普通に考えてそうっすよね。で1年に1回ですよね、はい、で片チーム1300ですよね、はい、で引くのが1000人で、がっつりやるのが300300。まあ、もうはっきり人数は決まってないんですけど、毎年、顔役が選ばれるので、その顔役が集める人数。顔役って何ですか？大将、引き隊、まあ、全体をまとめる大将と、引き隊は引けの合図が太鼓でなるので、一番太鼓というのは、まあ、名誉ある太鼓隊として。あー、ツナってなったら弾けなんですね。ツナがどうしても長いので、パタタタタと叩き出して、2番、3番の順番に叩いていく、10番まで両方お互いのチームがいるんです。長いから弾けない。ツナがこうやってあったら、はい、ツナが こうやってあったら、こっちこっちにいるとですね、太鼓がバーって。こうやったらこういるってことだ。で、バン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 叩いていって、で、後ろに聞こえるように。あ、弾けなんだなみたいな。弾けないですなので。あと、押したいの頭で押したい賞っていうのが毎年選出される。押したい賞の仕事って何ですか？そのやることというんですか、真ん中で押し合うところの、まあ、取りまとめというか、真ん中であの旗を広げて、押したいはその彼を押していくのを目安に集まっているので、基本的に砂の上で押し合う形なので。これってやっぱ当然勝ち負けあるわけですよね？そうですね、勝ち負けがあるから毎年お互い熱いんです。あの勝ちも負けも両方ご経験されてます？そうですね。それあの勝った時の気分ってどういう気分なんですか？1年に1回で大の大人がこんだけ集まって国道でやるってなって、でこの規模じゃないですか、はい、
で、めちゃくちゃ危険を伴うから嫌でも気合いバチバチじゃないですか、多分それ勝った時やっぱ最高に嬉しいんですか。もう号泣ですね、みんな嬉し泣きで。ああ、泣くんすか。抱き合いながら泣いてます。勝ったさ、はい、焼酎臭い男たちがってことはみんなの気持ちがそこ一つなんだ、勝ちたいっていう。え、負けるとどういう感じなんですか。悔しいです。それくらい気持ちが入ってるフェスです。え、準備期間も結構長いんですか。準備期間自体はもう町自体はもう1年中綱引きムードっていうのはあるんで。だって大の大人ですよ。勝った負けたで泣くってよっぽどそこに対して自分が何かかけて物をかけてないと、何かを自分の中で大事な泣くまでいかないと思うんですよ、普通に考えて。調べてみたんですけど、鹿児島県の無形民族文化財に指定されてて、なんか一切…なんすかこれ。なんかそういうやつです文化財ってなんすか。さっきの事例だったら鎧のあれも仕掛け文化財。え、なんか大事なものってことですか。国の…あ、なんか…あ、文化の財産ってことか、文化財だから。日本国に歴史上または芸術上価値の高いもの、および、考古資料並びに学術上価値の高い歴史資料ということです。今回は無形文化財なんで、そういうことです。まあそれに指定されてるんですね。はい、なんか一説には関ヶ原の戦いの際に士気を高めるために島津家の島津義弘公が始めたっていうのらしいです。へえ、ああ始まりが。うん、へえ。何年くらいやられてるんですか。私は元々仙台に中学2年の時に来て初めて見て、翌年から出てます。すごいですね。あ、よそから来て。はい。どう思いました、初めた時。楽しそうなフェスだな。フェスじゃない。フェス。ごめん、ちょいちょい、ね、ちょいちょいちょっとなんかあれって思ったところ何回かあるんですよね。フェスです。しかも割と満面の笑みでおっしゃるんですよね。フェスです。最初やっぱ引き台から入るんですか。いや、最初から推しに出てました。最初から推しなんですか。そこはずっと推し一筋で。はい。なんでそこが楽しいから。なんとなく、はい。今じゃあ出るってなって間違いなく推しちゃう、無理ですもんね。そうですね、うん、自分から行きたいと正直思えないです。だってやばいっすよ、さっきの映像見て。まあ言い方ですけど、ちょっともう喧嘩というか、もうこう戦いみたいな。いやもうほんとそうっすよね、本気の戦い。まあ出てる人たちはもう戦だと思ってまあそっか、だから泣くんだ。はい。で、そのさっきお話しした毎年選ばれた大将たちを勝たせたい、自分たちの大将だからですね。自分たちが勝てる大将。1300人、およそ1300人片チームいても、魂は一個ってことなんだね。その思ってることは対象化出せる。はい、いやすごいんじゃないですか、多分熱気とか。もちろん特有の言い方なんですけど、男にしたいっていうんです。勝つことが、勝てば男にすることができると。今年の顔役を男にしたいってみんな思ってやっぱり出るので。顔役ってどうやって決めるんですか。いじめられる子だと思います。やりたくないんで。信じちゃったよ。正直今シーソーで言うと俺こういう状態でしょ。どっちだろうな、これわかんねえな。俺リアルに信じちゃいました顔役。やっぱ裏方の仕事とかで一生懸命下積みをした人間をそろそろ光が当たる場所に引き上げてあげようっていうので選ばれるので。めっちゃ行きじゃん。いや、じゃあ選ばれた側は選ばれた思いっていうのもあるし、選んでもらった人に対するそもそも自分の思いもあるし、周りの思いもあるし、それだけエネルギーっていうか価値のというか、こう多分普通にこうよそから来た人はちょっと分からないようなレベルですごいあれなんでしょうね。その大きさが、熱量というか、映像で見る以上の思いが深い。そうですね。
それお祭り終わった後の人たちの顔とか見てみたいですね、ちょっとね。勝った方も負けた方も両方とも泣いてるわけですからね。でもあれか、もう悲しみなり喜びなり涙流し終わったらもう次の年に対するあれか。もう23日からは翌年のことを考えます。そうですよね、はい、あでもちょっと今はふと思ったのが、俺のホットドッグとちょっと似てました。もう食べ終わった、もう試合終わった瞬間から次の年の試合のこと考えてる、ホットドッグの。ちょっと今ね、あって思いました。大食い王でも勝った負けたあって終わったらもうその瞬間からもう次の来年どうしようってことを考えてました。ってことは僕にとってはもうあれなんですよ、あの原動力なんですよ、生きる。それに近い。そうですね、この街の男たちもそれが楽しみで。いやー、それは熱いっすね。めちゃめちゃ今共感できました。四六時中そのこと考えてます。そうですね。ああやっぱそうだ、生きるモチベーションにもなってます僕。なんか物をなんかこう自分が行動する原動力、勝ちたいからこうしよう、勝ちたいからああしよう、勝ちたいからアウトレーニングしようとか一緒だ。今調べたらこれ映画になります。はい。そうなんか、はい、調べたら出てきたんですよ。映画まだ出てないですよ。もう撮影が始まってるんですけど。ああ、はいはい、なんていうやつなんですか、題名。大綱引きの恋ってやつ。はい、そうですね。キャストさんとかも決まってて、うん、主演が三浦貴大さんですね。うぅ、28、26で、はい、え28日にちょっと仮に伝わってくれる気がしたいです。じゃあ来られて。そうですね、やるんだ、すげえな。人のうねりと鼓動が大綱を揺るがす、意地と誇りをかけた男たちの戦いです。は？男性限定なんですか？女性もいたりはしますけど。え、あのぶつかるところに。いや、そこには絶対女性は多分命の危険があると思います。そうですよね。420年って歴史って言いますね。びっくりしました。420年、何時代なんですか。ちょうど関ヶ原とか戦国時代吉弘公が関ヶ原に向かっていくときに、おにぎりとさつま揚げとたくあんを全員の兵士に持たせてみんなで歩いていったらしいです。なので今参加する人たちも本部の方からおにぎりとさつま揚げとたくあんの人数分支給されるんです。さつま揚げ、あれ、ワイさんどっか行っちゃったんですか。ちょっとこれを、すみません、すみません、いろいろ調べたんですよ。これ結構ディープっすよ。ちょっと分かった教えてください。あ、分かりました。じゃあちょっとこいつついてから。ちなみにこのツナに見立てられたこれ豚肉ですかね。めっちゃうまい。これ。はいはい。ん？ん？なんか気づきました？ん？これ牛ですか？牛舎の牛です。あ、牛だ牛だ、なんかツルツルすんなと思ってたんですよ。牛だ、牛舎だ。これもうまい。フェスか。フェスか。まめねフェスですっつ。それをね、見立てたオムライスというか。文化祭。この薩摩川内っていう地方はどういう場所なんですか。僕あまりちょっと鹿児島に来たことがなくて、はい、なんかごめんなさい、本当海っぺりなのか山っぺりなのかも分かんなくて。
海も山も川もある町です。結構自然豊かです。感じですか。うわー、アウトドアして。鹿児島県で最大でしたっけ、その市の面積というか。面積はどうでしょう。薩摩仙台市になってからはちょっと、元々別だったんですか。はい、仙台市だったのが薩摩仙台市ちょっと合併してちょっと大きくはなってるんで。なるほど。ちょっと細かいですけど、さっきのはい、すおかずいって、もともとは仙台市のそうです。そういうことか。もっとお祭りのこと調べていくと、いろいろなんかそのその場所の歴史も知れて、うん、面白いですよ。ちなみに、市の花はカノコユリらしいです。え、カノコユリ、ユリ市か。カノコ、カノコユリ。あれっすよね、あの仙台駅新幹線も止まるし。ですですです。あの仙台駅の改札で左側に砂飾ってありました。はい、あれそうっすか。はい。あ、そうだ。いや、ほらほら、なんか思い出した。てかもう早いっすね。ごめんなさい、俺先生食べてる。そうっすか。割と普通に食べてますよ。なんか今、Y さんとゴリちゃんがひそひそ話でなんかどっか言いました。あ、シブに、あの、ゴリどこにあったのみたいな話してる。失礼。うん、ゴリいただきます。ちょっと、素敵なお姉さんちょっと入れていただきます。僕が入れるじゃん。素敵なお姉さんが入れるんで。見つめんな。見つめんな。長くいいです。すごい、綺麗な子だ。ゴリラが入れる、いいじゃん。え、今の心境ってどんな感じなんですか。控えてるわけですよね。はい。気持ちはもう出来上がってるんですか。もうそうですね。 あと数日あるのをそこでもちゃんと固めて、どれだけテンション高く、フェスなんでもうフェスね、もうフェスでいいや。でもお祭りだから間違ってはいないんだよな。確かにフェスですからね。いや、僕は大会の前とかはすごいナーバスになります。例えばフードファイトなんで、喉怪我しちゃいけないとか、胃が荒れたらいけないとか、それから風邪ひいちゃいけないとかっていうのをやっぱ考えるんですよ。だいたい1週間前ぐらいにはそのなんかコンディションとか全て作り上げた状態で行くようにしてるんですけど、あのだもう大会試合に関してなんですけど、その例えばちょっと、まあ、別に自分がマスクしてればいい話なんですけど、こほって咳の音聞こえたらちょっとイラッとするんですよ。まあ、別に自分がそこにいなきゃいいんだけど話なんですけど、それぐらいあの結構神経が過敏になってるんですよね。もう本当にイライラして、だからそれ聞いちゃって嫁さんも何も言ってこないんですけど、その時はなんかすごい落ち着かれてるから、もうなんかもうすごいっすよね。ああなりたい。俺そんな余裕ないもん。周り見れないまず。やっぱり見た次の年、最初からそのこっちに行くっていう人は多分決まったまだ違うんですね。持ってるものが。俺なんかもうビビっちゃってダメなの。気持ちの余裕とかっていうのは余裕ですか。冷静な方がいいかなって。じゃあこう意識されてこう冷静で行くよって。冷静でいないと逆に怪我もしやすいですし。ってことは、そういう人もいるってことだね。そうですね。あ、そっか、自分が冷静でいることでこういろいろできることもあるし。え、それ作戦会議とかやるんですか。はい、毎晩お互い大体2週間前後前にお互い本部を開くので、本部の中で夜な夜な。2週間前でもうやってるんですか。じゃあもう、はい、毎晩やってます。毎晩、はい。そこでまあ焼酎を飲みながら作戦を考えて鹿児島だな。モチベーションを上げていくんですよね。
になるなぁ。動画違って見ただけでもすごい熱気でしたからね。リアルの人にすると、あのすごい初歩的な質問ですが、そもそも赤と白ですか。はい。どうやって決めるんですか。もともとは人選中心に断木という国道に穴を開けて埋め込む大木があるんですけど、それを中心に分けてたんですけど、でも今もやっぱり地元に住んでて、まあ友達だったり先輩後輩だったり、まあ会社だったりでも、もう住んでるところ関係なく、もう神なら神、下なら下っていうふうに大体出るのは基本です。ちなみになんですけど、そのフェスに参加される方っていうのは、はい、薩摩仙台市の人だけじゃないとダメっていうわけではない。あ、そんなことないです。遠方からもお誘いするので。はぁ、はい、それこそ遠方にいる、まあ、自分の親族であったりとか、はい、それこそ友達、はい、とか格闘家とか。格闘家に行ってる格闘家え、でも本当なんですかこれ。はい、格闘家とか、まあ、ラグビーチームとか。はい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 。そう、もうそれこそ全国からこう集めてじゃないですか。そうですね、声をかけて、かけてきて、はい、で、一夜にしてぶつかると。はい、音がいかんですか、結構ワクワクする。いや、でもやっぱね、やる気の、てかラグビー選手が来たらヤバそうですね、アメフトとか、うん、あ、ラグビーの方がヤバいか、プロテクターつけてないから。すぐ土下座する自信あります。そうでした。遠方っていうか外来の人も OK なんですね。ちなみに海外の方も、ああ、出てます。しばらくあの一緒のチームで出てる外国の。しばらくってことはもうかなり。今あのちょっとあの横浜の方に行っちゃったので、でも4、5年一緒に出てました。やっぱりこういう感じで。そうですね。スコットランド人のクリス。クリスさん。はい、クリスさんは結構戦力としてでかかったですか。そうでもなかったです。話に落ち着いてる。クリスさん、もし見てたらコメント欄にぜひコメントお願いします。どういう心情でコメントしたらいいよ。ずっと戦力になったと思う。話にちゃんとおじけついてる。ずっとクレイジー、クレイジーって言ってましたから。いや、もう、まさに。ごめんなさい、本当俺クレイジーじゃ何者でもないと思う。だって自分から危険どこに行くんだぜ。で、勝ったら泣くくらい嬉しいし、負けたら泣くくらい悔しいし、それぐらい本気のお祭りです、フェスですから。だからやっぱ何かあるんですよ、だって人を翻弄する何かがあるんですよ、こんなに、うん、ただのお祭りじゃないですよ。勝ったら負けたじゃないですよ。ただ余韻に浸らずすぐ次の年のことを考えて、なんか粋だなってめっちゃ思うんですけど、なんか終わりがないですよね、うん、え、じゃ年齢制限もないんですか。ないです。あ、ないんだ。さすがに小さい子さんがこうお下の方に行くとかはないかも。そうですね、もう小さい子は出れないですね、危ないので。でもこう、まあ砂を引くであったらそこまでこう怪我もし、おしゃるぐらいでしてないというか。そうなんですけど、もし砂が動き出したら結構なスピードで動き出すので。ああ、じゃあやっぱり危険じゃ危険なんですね。やっぱり女性がこの危険なところにいないっていうのをやってる時点で、やっぱり女性とかあのお子様とかには配慮されてるんだなって聞いた瞬間分かりました。私、僕もボディーガードとして綺麗なお姉さん、ボディーガードって言われてあれ、お下の最前線の人にボディーガードって実はものすごいパワーの持ち主そういう風には見えないですよ、あれなんですけど。いや、見てぇなぁ。それ以上にこう、その話しながらもう黙々と食べて、もう終わりそうになって、もう軽くびっくりしてるんですけど、普通に食べてる感じ量すごかったですからね。今日は硬いじゃないかなと思ったんですけど、全然普通に美味しくいただいてます。せっかいラーメンの動画で、すごい大盛りのやつ、あれ3倍分ですよ。ガンガンガンライスだけで。あ、あれですか。はい、でっかいやつ。そうです。
いやでもそんなお祭りなんて知らなかったな。え、あの何時間ぐらいあるんですか、お祭り。1時間半の、あ、長っ、プラスマイナスで、まあ大体5分10分ぐらいのプラスマイナスが。え、俺のイメージはだいぶ短いですね、俺のイメージより。1時間半ずっとやり続けて。そうですね、そうですね、今年は雨の予報なので砂が重くなるんで。あ、そうか、雨降っちゃって、はい、クローズでしょ、クローズ。雨の中、校庭ワッシャー走ってバチコーンですよ。フェスですからね。はい、あれもスズランと宝泉のフェスです。やっぱ知ってたよ、やっぱ知ってたよ、ご主人。正直言っていいですか、出られておかしくないんですよね、あのオーラが。もうすごく、すごいオーラ感じる、さっきから。一応あのオープニングムービーにおそらくあのご主人が作られてる様子が入ってると思うんですけど、そこにちらっとご主人ちらっと映るんですが、まあ、そこで分かる人は分かるんじゃないかなという。それこそクローズの、 あの山田孝之さん、もともとご両親がこの町で喫茶店をされてたんですよ。あ、そうなんですか。え、はい、え、ご両親がこの町で喫茶店をされてて、私がまだこう中学高校の、うん、はい、であの何かのインタビューの時にあのクローズのその役作りをどういうふうにあの設定してやってたのかというインタビューに対して、あのその喫茶店に毎日来てた高校生のお兄ちゃんたちがいたんでっていうので、私の知り合いがそれを見たらしいんですけど、はいはいはい、露骨に僕のことだったらしいです。モデルだったって。え、何ですか。めちゃくちゃもう道端でやったら目そらす系の、そらしてしまう系の人ですよ。今の話でちょっとふと思ったんですけど、もし、はい、高校生になるの結構あれなんですか、はい、結構高校ぐらいとかもイケイケなんですか。いや、元気は良かったと思う。いや、あるんですよ、こうやんちゃされてた、やんちゃというか、まあすごい肩ざった方はね、元気だったという言い方ですよね。濁されるんですよ。まあ、間違いないでしょうけど。男の子はワンパクな方がいいから。確かに。間違いない。間違いなく、多分相当お元気な方だったんじゃないかな。いやいや、そんなことないです。元気だった。いや、もうこちらに来ていただければわかります。はい、ワーさんに来ていただいて。僕すごいさっきから気になってたんですけど、はい、その綱の引く方面、鹿児島方面って今書いてある、はい、なんか、引く方向性なんて、はい、鹿児島方面ってどういう子は、まあ、熊本方面とか、国道でやるので、はいはい、南側と北側で引き合うので、鹿児島方面かもしれないし、あ、もう終わります。終わるんですけども、ご主人のありがたいお話はちょっと面白すぎて、めっちゃ聞いちゃいましたね。本当にびっくりだわ。俺あのこのお祭りのあれでデカ盛りってやつ聞いたじゃないですか。で、食べ終わった後あのなんか 俺が祭りを制覇したぜとか言うと思ったんですけど、もう口が裂けてもそんなこと言えない。だから今無口になってるんです俺。だん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 トークしてるな。うん、うまっ。本当にデカ盛りではなかなかありえないレベルの優雅な食事でした。かなりおいしかったです、本当に。本当にありがとうございました。ちなみにこちらのお店さんに来ても芹沢珠緒さんいますかとは言わないに、よろしくお願いします。知る人ぞ知るだよ。ありがとうございました。ありがとうございます。本当にうまいよ。